山志望校合格解明塾チャンネル。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山氏です。今日は古文の点を上げるため、共通テスト二次試験とかそういったところで点を上げるためにどうしてったらいいのかっていうところをご説明したいと思います。それではやっていきましょう。古文を理解するためにっていうところで、まあ当たり前ですけど現在仮名遣い、まあ漢字とか、あとは古典ならではの、表現の仕方、ヨーヨーとか、はい、ヤウヤウとかって書いてあって、ヨーヨーとか読む、あれをしっかり現在仮名遣いにしていかないと、どういった意味、単語なのか理解ができないので、必ず現在仮名遣いに直せるようにはしていかないといけない。で、できることなら、ひらがなで書いてあるんだけど、漢字も想像できるようにすると、なお意味が理解しやすくなります。じゃあ、次に古典単語とあります。古典単語って言っても、めちゃめちゃあるじゃんと。はい、覚えるのはこれだけでいいかなと思います。まあ、もちろん、品質単語。二次試験とか、あと、共通テストとかによく出るよっていうね、単語帳あると思います。まあ、英単語と一緒ですね。それは必ず覚えていった方がいいかなとは思いますが、あと、現在と異なる意。これって想像しにくいじゃないですか。むしろ、わけわかんないと。なので、ここを理解してなかったら、全く、ん？現在と異なるから、こう、今と同じ訳をしてしまうと、意味が全くわからない。通じない。っていうことが出てきます。で、あと、古文のみでしか使わない、現在ではもう使わなくなった言葉とかも結構あります。そういったところを理解していくことによって、文が読めるようになってきますよと。例えば、現在と異なる意ということで、まあ例としてはね、明日とか。これ来たら、次の日ってなるじゃないですか。今だったら。でも、これって昔であれば朝っていう意味なんですよ。はい。これで明日なんです。あと、美しいとか。美しい。美しい。まあ、これはちょっと想像しやすいんですけど、可愛らしいっていう意味なんですね。とか、こういったものがたくさんあります。じゃあ、古文のみって一体どういうものがあるか。もうこれも例でしか出さないですけど、はい。例えば、まあ、糸とか。とてもですね。で、あと、勤めてとかね。冬は勤めて、あ、懐かしいなって思うかもしれないですけどね。はい。早朝とか、そういう意味ですね。まあ、こんなように、今使わねえじゃん、こんな言葉。っていう言葉もあります。そういったものを理解してなかったら、全く読めないんですよ。なので、ここを必ず理解をしていただかないといけないと。はい。続いて、尊敬謙譲語二重敬語っていうことで、まあ、二重敬語、今だとね、すれにあたる言葉になりますけど、尊敬謙譲。まあ、へりくだることでとか、もう本当にすごい方で、ね、尊敬の言葉を使わないといけない。二重敬語を使わないといけないっていうくらいの方もね、それは、じゃあ誰が誰に対して、その尊敬語を使ってんのか、謙譲語を使ってんのか、まあ、作者が誰々にとか、そこに登場してくる人物の中で、誰が身分が高いのか、そういったところを見抜けるようにすると、主語とか行動を起こした人っていうのが分かるようになってきますので、問題文を読み解くにあたり、こういったところは大事になってきます。で、もちろん古典文法大事なんですけど、一番何が必要ですかって言われたらもうここなんですよ。ほとんど。はい。主に助詞助動詞。まあ助詞はね、まあそのまま訳すものもありますので、覚えやすいかなと思います。まあそんなに種類ないかなと思いますが、こっちなんですよね。助動詞。皆さんが苦戦する、覚えるのに苦戦する方。はい。なぜかというと、まあ、助動詞が変わるだけで意味が全く変わってきたりとか、あるいは、同じ意味じゃんと。どこ違うの？活用形が変わってきたりとかね。その後に接続するね。そういった形でね、この助動詞とかで苦戦をされる方が多いかなと思います。じゃあ実際ね、この例文見ていきましょう。1番目、花咲きけり。はい、ここですね、助動詞。けり。このけりって、過去を表す助動詞なんですよ。助動。
ちょっともう助動詞って書くのめんどくさいので過去しか書いてないですけど、なのでこれどういう意味か、花が咲いたですね。今回花咲かむ、はい、ここ、これ水量の無なんですけど、はい、水量なので花が咲くだろうになるんですよ。次、花咲かまほし、はい、これ助動詞まほしなんですけど、これは希望を表す助動詞なんですよね。希望なので意味としては花が咲いてほしいになるんですよ。この3つ見ても意味変わりますよね、だいぶ。はい、花が咲いた、花が咲くだろう、花が咲いてほしい、咲くだろうと咲いた、今もう咲いてる状態なのか、これから咲くのか、あくまで願ってるだけなのか、全然状況変わってきますよね。なのでこの後の文章とかもこれに沿って書かれるから文章とかも変わってくると思います。はい、なのでこういった形で助動詞を読み解くことによって意味がだいぶ変わってきて文章が読み取れやすくなります。はい、じゃあ続いてどんどん行きましょう。花咲きぬ、花咲かぬ時、これ助動詞ここなんですけど、ぬ、このぬって実は違うんですよ。いいですか、元となっている言葉っていうのが違います。こちらの方は助動詞ぬなんですよね。でもこっちのぬは助動詞図の中の活用形ぬなんですよ。なので意味が変わってきます。まずこちらの方説明します。花咲きぬ、これ意味は花が咲いたという、これ完了を表すんですよ。完了。じゃあこちらの方は何を表すかというと、花が咲かない時、何々ない、これ要するにこれって打ち消しなんですね。打ち消しの意味なんです。意味だいぶ変わりますよね。これ花が咲いた、花が咲かない時、同じぬなのに意味が全く違うよと。はい、じゃあどこでこれ見分ければいいのとなるんですけど、この前のここ見てください。まあ具体的に言えばここなんですけど、上のこの咲くという言葉がまず木、異端で終わってますよね。これ異端で、これ連用の形なんですけど、連用プラスぬ、いわゆるもっと覚えやすく言うと異端プラス木、いとかしとか、異端で終わるプラスぬが来た場合は完了。はい、連用プラスぬで完了なんですけど、もっとなんか分かりやすいやつないの。いで終わってプラスぬ、犬、犬は完了です。次、これ咲かぬ、これ上って未然形ですよね。未然、はい、未然プラスぬは打ち消し、図のぬになります、活用形でね。はい、これじゃあ覚える方法、アダン、アダンプラスぬです。アヌ、イヌ、どっちか覚えていけばいいかなと思いますので、犬完了、犬は完了しましたよと。それ以外のぬが来たら、あ、打ち消しだなと覚えててもいいのかなと思います。はい、こういうように同じ形、活用形は違いますよね。こっち終止形なんでね。はい、なので活用形違うんだけど、連体と終止でね、だけどぬという言葉は一緒になりますよね。はい、その時でも意味が変わる時がありますよと。なんでかっていうと、もうそもそもの元となっている言葉が違うからなんですよ。はい、こういったところをしっかり覚えていくと、さらに古典が分かりやすくなってます。じゃあ続いていきましょう。はい、同じような形、はい、これば、はい、その上見てくださいね。ふらば、ふれば、帰らん、帰りけり、これ未然プラス未然形プラスばで、こっちふれば依然形プラスば、はい、
ミバ、イバ、まあ、ア行プラスバとかでもいいです。ア行とかアダンか、アダンプラスバとかでもいいです。ただこれ余談とか上が変わってくる可能性もなきにしもあらず、なので以前プラスバと未然プラスバで意味が変わってきます。でこちらまず未然形プラスバは雨が降らば帰らん、これ意味は雨が降るなら帰ろう。未然形プラスバの場合まだ起こってない、まあ降ったら帰ろうかなみたいな、まだ確定はしてないんですよ、降るかもしれないなみたいな。なのでこれ仮定条件になります。何々ならアダンプラスバで仮定条件、依然形プラスバで雨が降ったので帰った、はい、降ったので帰ったってことはもう雨降ってますよね。これなのでここの場合は依然形、まあここで確認してもいいです。未然だからまだ降ってないなみたいな、以前だからあもう降った後なのかなみたいな。なのでこれ依然形プラスバで確定条件になります。はい、ここが分かったら後ろってもう確定してるから帰ったとかね、そういう意味合いが来そうだなっていう感じで、ここ読まなくてもなんとなく意味は分かってくるかなと思います。このように上の接続を見ることによって意味がこう固定をしてくるような問題もかなりありますので、こういったところをちゃんと理解できてるかどうかが古典のミソです。じゃあ続いて、歯ぞおつる、歯こそおつれと、ここ見ていただくと接続、はい、ぞこそ、ぞなむやかこそ、聞いたことあるかなと思いますが、はい、これかかり結びという技法になりますが、意味はこれ一緒なんですよ。歯が落ちる、ぞプラス一番最後、このかかり結びで結んでるもの、ここがかかりの部分でここが結びの部分なんですけど、結びの部分の活用形が決まってくると。ただこれあくまで原型なんですよね、例外もあります。はい、まずはこの原型を覚えておきましょう。象が来たら一番この結びの部分は何になるかっていうと連体形になります。はい、連体形で、こそが来てこの結びの部分じゃ何になるかというとこれ依然形になります。はい、こそプラス依然形、象プラス連体形で脅威を表します。いいですか、意味としては現れてこないんですよ。これだってなんかゾとつるだろうがなんだろうがもう落ちるだけでも良さそうじゃないですか、落ちるとか意味としてはこう出てこないんだけど、落ちるよっていうこう強調したい時に使います。じゃあゾとこそ何が違うの、この強調の度合いがこその方が高い、そんなね問題にはならないので覚える必要ないんですけど、一応ぞとこそ何違うのって言われたら、この強調の度合いが違います。こその方が強いです。落ちるよみたいな、はい、でこっちはまあ落ちるよみたいな、まあこんな感じでちょっとだけね、度合いが違うよと、まあそんなことは覚えなくてもいいよと覚えてください。なのでここに関しては後ろの結びの部分の活用形を聞かれることも多いと思います、特に定期テストとかはね。なのでその時にこういうふうにね覚えておくと、あ、じゃあここ連体形だな依然形だなと思うんですが、はい、特殊バージョンはあります。はい、何があるかというと結びの省略と結びの消滅というものがあります。連体形とか依然形が来るとは限らない、でも基本はこれだよと覚えておいてください。じゃあ続いて最後に訳とかって現代語訳とかそういった時ってどういう風にやってたらいいのとか、その方法だけ、簡単にご説明して終わりにしたいと思います。はい、それでは
古文の訳し方の例をやっていきましょう。一般的な古文と和歌をちょっと用意しました。和歌と古文の訳し方は、まあ一般的に直訳をして意訳をするっていうところは一緒なんですけど、和歌の場合は足りない語が結構多かったりとか、あとは前後の文章でこの例えば見し人とかそういった文章に出てきた人物像ってじゃあ誰のことを指してるのかなというのを想像し、それを補わないと意味が通じなかったりするものが多いんです。で、あとはここの文章っていわゆる言葉が限られているので、括弧抜き、いわゆる省略してる部分が多かったりするのが和歌の特徴なんですよ。なのでそこを補いつつ意味が通るように綺麗な文章になるようにしていかないと意味が続いていかない。はい、そこを読み取れるようにするのが和歌の場合はちょっと難しいかなと思います。じゃあまず一般的な古文の訳し方、まず英文と一緒で直訳、いわゆる逐語訳って言うんですけど、直訳をしていくことは一緒です。まず直訳していきましょう。はい、まあここ一緒ですね。男は、この女をこそ、なのでこの女をエメと手に入れたいと思う。で、女はこの男と思い続け。こんな形で直訳をしてみると、男はこの女を手に入れたいと思う、女はこの男と思い続け。うん、なんとなくは意味がわかるんだけどちょっとわかりづらいかなと思いますよね。あとはまあここに何か補った方が意味が綺麗になってくるかなっていうところもあったりします。そこを綺麗に何の話なのかを読み取り補うことこそ古文の真髄、はい、大事なところになります。なのでまずこれ、この男の人はこの女の人を手に入れたいと思うってことは、はい、この女の人をお嫁さんにしたいと思うとか、結婚、この女の人と結婚したいと思うとかね、そういう形でここを補ってみましょう。自分の妻にしたいと思う、この女の人はこの男と思い続け、この男の人と結婚したいと思い続けとかね、自分の夫にしたいと思い続けとか、まあそんな形に、要するにここの文章がここに入ってくるのかなと想像がつきます。なのでここにここを補ってしまう、はい、そうすると綺麗な文章になります。この男と結婚したいと思い続け、はい、この続きほにゃららって感じでね続いていくと思いますが、こうして補いつつ、あるいは直訳を別の言葉、同じような意味なんだけど別の言葉に補うことによって文章が綺麗にまとまってくる。これが古文の訳になります。意訳、こうして少しずつ補っていくことによって古文は意味が通っていくお話になっています。じゃあ和歌も見ていきましょう。見し人の松の千年に見ましかは、遠く悲しき別れせましやと。まず見し人、はい、知っている人が松の千年に、松のように千年で見ましかは、ね、しかも何々としたら、なので見るとしたら遠い、遠くで悲しい別れをしただろうか。これ半語なので、いやしなかっただろうと半語になるので、最後ね、いやしなかっただろうという終わりになると思います。で、これ和歌だけを見るとまあこういうふうに直訳するんですけど、
その前後の文章を見ていくと、この知ってる人、ここって実はある人のことを指してるんだなと推測ができます。はい、ここはかつて生きていた子供ですねが、松のように千年間見ることができたとしたら、遠くの国で悲しい別れをしただろうか、いやしなかっただろうというように言葉を抜けてそうな言葉、あるいはここを補った方がなんか意味通りやすいなというところを補っていくことで意味が結構綺麗になってきます。はい、かつて生きてた子が松のように千年間見ることができたとしたら、遠くの国で悲しい別れをしただろうか、いやしなかっただろうと見守るお話になりますね。うん、綺麗ですよね。なのでね、はい、こういう風に和歌とかって言葉がね、決まりがあるので、ここの間でこの意味を凝縮しないといけない、入れないといけない。だから補うことがこの和歌を読み解くにあたり必要なことになってきます。はい、まあそのまま直訳しただけで意味が通る和歌もあるんですけど、基本的にはやはり補った方が綺麗になる言葉の方が多いです。情景とか周りの言葉から推測していく、そういったことができるようになると、共通テストとかね、他の二次試験とかそういったところでも生きてくるかなと思いますので、ぜひこの訳し方覚えていきましょう。はい、それではですね、今回古文の解き方、点数を上げるところに関してはここが基本的な部分になります。なので単語とか助詞助動詞を分かってれば、こういうふうに普通に直訳することはできます。で、あとは補うこと、あるいは言葉を入れ替えて同じ意味なんだけど、ね、別の言葉にした方が綺麗に文章になりそうだなっていうことをできるようにしたら、さらに古文が楽しくなる、分かるようになってきますので、ぜひですね、皆さんこういった練習をしていきましょう。それでは今回古文のね、やり方、理解の仕方は以上になりますので、また違う動画でお会いしましょう。それでは失礼いたします。